はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね、トップスのクレアリーオーセンティック、チャーさんですね、MLB 初挑戦なのかな、はい、あまり、購入したことがないと書いてありました。はい、物がいいですからね、クレアリーね、6600円で、直書きのカードが1枚入っております。こちらの商品、3箱ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、開けてパカで終わりのね、商品なんで一つずついきます。もったいぶるわけではありませんけど。はい、じゃあいきます。せーの、ほい。シーガーお兄ちゃん。はい、マリナーズの今、5番かな打ってるかな、なんか、マリナーズ結構ね、打順を結構入れ替えながらやってますね。シーガーお兄ちゃん。弟はコーリー・シーガーで、去年のルーキーオブザイヤーですね。お兄ちゃん今年も頑張ってます、例年以上に頑張ってます。はい、まず一つ目コーリーシーガーでした。で、二つ目はい、こうか、はい、きまーす、せーの、ほい。お、デグロム。ルーキーリプリントオートかな、デグロム8-135です。ロンゲデグロム。はい。かっこいいです。これルーキーカードのリプリントのサインですね。8-135です。はい。裏はね、こういう感じですけどね。まあ、サインはすべてオンカードだと思います。オンカード以外見たことないですね。はい。デグロムです。おめでとうございます。もうメッツのエースですね。まあエースがデグロム、シンダーカードとかね、2人か3人かっていう感じですけどね。はい、じゃあいきます。3箱目、はい、せーの、ほい。お、アルトゥーベ。はい、小さな巨人ですかね。すごいですよ、成績調べてください。170ちょいぐらいでこれですか、3割3分ぐらい打ってるのかな。最近また打率上げてきてると思います。もう弱点がないっていう感じね。16-99でこれ緑のパラレル、ここが緑ですね。はい、アルトゥーベのサイン、まあいつもこういう感じです。はい、とてもかっこいいです。ルーキーリプリントが1個とシーガーとアルトゥーベなんで、ベテラン2つでしたね。ルーキーが多い商品なんですけど、まあ全然いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ3箱、開封いたしました。アルトゥーベ、デグロム、シーガーお兄ちゃん、はい。っていう感じでした。じゃあもう今日発送しますんで、明日着ということで、はい、ありがとうございました。なかなかだったです。ありがとうございます。カードは綺麗です。